今日はこの、南スーダンユニティ州の避難民の窮状を支える緊急支援にご協力くださいという話をしに、参りましたが、最初に私たちの団体について少しご紹介をします。日本国際ボランティアセンターというのは国際協力 NGO で、今ですねアジア、中東、アフリカで5カ国で活動しています。アフリカでは、スーダン、南スーダン、それから、南アフリカで、活動しています。人道支援ですとか、開発支援と言われるような、分野で、いろいろと、活動しています。で私自身は、南スーダンというところにですね2007年に、赴任をして、その後、10年間南スーダンとスーダンというところでずっと生活を、していました。で2017年に日本に戻ってきてるんですけれども、ですから今日お話をする南スーダンは私が住んでいたところでもあるわけですね。私日本に戻ってきた後もこの南スーダンというところには出張に行ったりしていて、今年の4月から5月にもそこに出かけていった。なかなかこう2年間2020年からはずっとこうコロナのことがあって海外出張もできなかったんですが、ようやく今年、南スーダンに2回行ったんですけれども、ちょっとその時のことを話をしようと思います。この国は人口が1200万ぐらいなんですけれども、まだ400万人ぐらいですから、その国の3人に1人ぐらいが、避難生活をしている。半分ぐらいが南スーダンの国内で避難していて、残り半分ぐらい200万ぐらいは難民として国外に出て難民キャンプとかにいるんですけども、そういった状況にあります。私その4月から5月にかけて出かけてきたんですけれども、その時に南スーダンのユニティ州というところですね、これは南スーダンの中では少し北の方にあるところですけれども、ナイル川が流れているところですが、そこに行ってきたんですが、ちょうど私が訪問する直前に武装グループがこう村々を襲ってですね、結果として8万人ぐらい、10万人ぐらいが避難をすることになったんですけれども、女性はそのレイプをしたり、子供は誘拐したりとかというような、ことがあって、ほとんどそういった村はもう無人化ですよね。村人全員がこう、幸いなことにこう命を一命を取り留めたっていうかね、人はこうみんな逃げて、今もうまだほとんど無人な状態が続いてるんですけれども、ずっとこう独立に向けて内戦をした時の軍の司令官というのが今の大統領とか副大統領とかになったわけなんですけれども、そういった人たちがお互いにこう利権争いをしている。その利権というのはこう石油が出る国なので、石油をめぐる利権ですとか、具体的に言うと石油大臣のポストをめぐる争いとか、それからいろんなその開発、新しい国なので、病院を作るとか道路を作るとか学校を作るとかということで、そういった援助も入ってきますけれども、そういった資金をめぐる争いですね。つまり政治家が自分の権力を使って自分のファミリー企業みたいなところが、そういった例えば道路建設とか病院建設を受注をして、でそのお金がどっかに消えちゃってるとかっていうようなことが起きたりするわけなんですけれども、そのためにものすごいこう政治家同士が利権争いをしていて、それが結局その、さっき言ったようなこう政治家といっても自分のね元軍閥みたいなところなので、国の軍隊があってもその軍隊というのは一枚岩ではなくて、この政治家っていうかね、こういくつかの元々の軍閥に、実態としては分かれてるみたいな感じなので、そういったところがお互いにこう利権争いの中でこう衝突をして、軍事的にも争ってというようなことで、あちこちでこう、未だにこう争いが起きるわけなんですけれども、そういったことで、さっきお話をした私が訪問したところもですね、村々が襲撃をされました。皆さん避難民の方は結構こういったようなところに住んでいらっしゃいます。村にいる時っていうのは別にトイレなんか使ってない生活をしてます。ですから家の外にどっかブッシュっていうか藪の中に行って、で別に村の生活っていうのはそれでそんなに困らないわけですね。人が密集して住んでるわけでもないので、そのことによってそんなにこう健康を害するってこともないと思うんですけれども、こういうところに来るとですね、やっぱりこう密集して住んでますから、そういったこうトイレがないと本当にこう衛生上問題が起きるわけなんですけれども、でもなかなかこう、
そういったトイレが設置をされないような状況で、まあ、人々もなんていうんですかね、まあ、習慣的に言うと別にトイレがなくて外に出してしまうということもあって、まあ、なかなかそれが衛生面でも大きな問題になっていたりします。まあ、そういった場所に私たちはあの、まあ、訪問したときに、飛行機なんかもあの民間の飛行機そんなに飛んでいないんですね。まあ、こういったあの国連の、まあ、映ってるのはこの国連のヘリコプターですけれども、まあ、そういったのに乗ってですねこう行くわけです。で、まあ、この地域では洪水も実は洪水も非常に大きな被害をもたらしていまして、3年間も続いていて、まあ、こういった形でこう村々が沈んでいます。で、私たちが行った時にも洪水が起きてから、まあ、一番ひどい洪水は去年の11月だったの、去年の9月かぐらいでしたけれども、私たちが行った時点でもそこから数ヶ月経ってるんですが、まあ、それでもまだまだ水が引かない状態で、まあ、80万人ぐらいが、まあ、この洪水でも今も避難している状態ですよね。で、洪水になってもちろん人間も困るっていうか村も水没しちゃってるんですけれども、あの家畜がみんなこう死んじゃってます。で、この地域っていうのはあの、まあ、農業とそれからまあ牧畜等に頼って人々は生活してますけれども、まあ、農業もできないですよね、水没しているので。で、家畜も食べるものがなくなって、死んでしまってます。溺れ死ぬ家畜ってのは、まあ、そんなに数が多いわけではないですけれども、やっぱり牧草地が全部こう水没しているので餌がなくて、まあ、どんどんこういった形で、死んで、あの私この道をですねずっとこう走って行ったんですけども、道すがらっていうか道端に、こういった死骸がですねたくさんあるのは本当になんかショッキング、でした。で、まあ、皆さんあの村々から、まあ、みんな水没して避難してきて、新しい避難民キャンプが何か所もあってですね、まあ、この写真に写っているところも去年できた新しいところで、ここだけで、まあ、4万人ぐらい、避難して住んでいるところですね。で、私がさっきはお話をしたこの緊急支援で話をしたその襲撃があったところっていうのが、まあ、こういった写真で、あのこれは本当に道路沿い、まあ、私たちその襲撃を受けた村にはまだ治安がそんなに良くなくていけないんですけれども、まあ、幹線道路沿いを走っただけでもその幹線道路沿いにこういったあの全部襲撃されて焼き打ちでこう全部焼かれたような家ですとか、まあ、上の写真はこう市場が焼かれて店が焼かれたところですけども、まあ、こういったのを見ることが、できました。で、避難した人の中にはその、まあ、プラスチックシートですね、テントのようなのを作って、まあ、下の写真はそうですけども暮らしている人もいますけれども、ただ上の写真にあるように本当に、そういったこう屋根になるような、まあ、シートもなくて、雨たらしと言いますかね、で生活している方もあのまだいらっしゃいました。今ここで写っているのはまあ、ここは新しい避難民地区ではなくて、5年ぐらい前にできた、まあ、紛争状態はこの地域だとあの断続的に、まあ、そういった争いがあってですね、5年ぐらい前に避難した人が住んでいるところなんですけれども、まあ、そこにその、今年になって、今年の4月ぐらい の, その大規模な襲撃事件でまた何千人か、まあ、2000人ぐらいがこの避難民地区に新しく来たんですけれども、本当に、たくさんの人が、まあ、混雑している。これ一つのテントの中に、まあ、10人とか多い時には20人ぐらい、住んでいてですね、本当に、まあ、皆さん、こんな状態でどうにかしたいというか村に帰りたいけども、ただ村に帰るとまた襲われるかもしれないから怖くて帰れないという話を、してらっしゃいました。まあ、こんなところで皆さん生活をしているわけですね。はい、まあ、こんな風な、さっきもお話をしたようにこう木で、木を取ってきて骨組みを作って、まあ、そこに、プラスチックシートとかでこう屋根を作って、ただこの家はプラスチックシートが足りなくて全然こう横の方が吹きさらしになっているわけなんですけれども、まあ、子どもたちは、まあ、この日私たち訪問して話聞いた時には朝から何も食べてなくて、まあ、1日1食っていうのがその今上の写真で子供が持っているパンのかけらみたいなものを分け合って、それがその日の食事のすべてだっていうふうに言ってましたけれども、あと現金収入としては皆さん薪を拾っていくんですよね。で、こういうふうにこう薪拾いをしてきて、薪はその、
避難民地区のキャンプの外の方に、まあ、監獄隊っていうか、があるので、そこからこう拾ってくる。ただそれもこうなかなか遠くまで行かないと拾ってこれないっていうか切ってこられないので、そのためにこう何時間もかけて遠くに行って木集めてきたりするんですけれども、まあ、こういうふうにこう束にして、あの一束が、まあ、日本円でいうと30円とか50円とかになるんですけれども、まあ、それをこう市場で売って、それでまあちょっとした食べ物っていうか、あの、まあ、現地ではトウモロコシの粉を調理するんですけども、まあ、トウモロコシの粉をカップ1杯とか買ってくるわけなんですよね。まあ、そういう形でやっとなんとか生活をしているんですが、まあ、ただこの、集めてきた薪も必ずしも売れるとは限らないので、市場に持って行って売れたり売れなかったり、というような、ことですね。今この写真に写っている女性と子供ばっかりで4世帯、の人たちが同じ一つのテントに生活をしてましたけれども、まあ、この方々に話を聞いた時には、村にいてそれでこう襲撃をしてきた、まあ、武装グループが来て、まあ、捕まってしまったそうです、この人たちは。で捕まってしまって、こう軍のキャンプみたいなところに連れて行かれて、まあ、その後幸いに解放されたので、その後まあ、ね、戻ってきて、まあ、避難生活をしてるんですけれども、まあ、村で、襲撃の時の放火とかですとかね、虐殺とかの話も、まあ、してくださってるのがこの、 あの動画なんですけれども、トラウマを抱えたままの人たちも、まあ、女性たちもたくさんいるっていうような話をしてくださいました、はい、皆さんのご協力ご支援が必要です。よろしくお願いいたします。